こんにちは、ピカチュウ永井です。今日は意味がたくさんあって覚えづらいメスという尊敬語について1分間で説明してみようと思います。よろしくお願いします。メス、漢字で書くと召喚の召の字を書きます。似た漢字であることもあって招くという意味は覚えやすいようなんですが、それ以外の飲む、食う、着る、履く、乗るといった日常の動作に関する敬語としてのメスの意味は少し覚えづらいようです。しかしこの例えばメス、飲む、食うとか着る、履くといった意味は現代語にも少し名残があります。例えば飯という言葉、こちらは敬意のかけらもありませんが、メスという言葉の連用形が名詞化したものだと言われています。また召し上がるなんて言い方は今でもされます。例えば僕は王子ではないけれどアイスクリームを召し上がるなんて歌もあったりします。服に関してもお召し物なんて言い方を今でもします。素敵なお召し物ですねなんて言うと少し品がよく見えたりします。乗るに関しては今でもあまり使われることはないんですが、普通文中に乗り物が書いてありますので、だいたいこの乗り物の近くにあったメスは乗るという意味だと判断してもいいです。意味はたくさんあるんですが、よくよく考えてみると分かりやすい意味が多いんで、そんなに緊張せずに普通に訳してみてください。以上、メスの説明でした。ありがとうございました。ピカチュウ永井です。古文漢文ゲットできたかな？チャンネル登録して